磯部稲村神社は、茨城県桜川市にある、天照寺高大神などを祭神とする神社。旧名は、磯部稲村宮。日立国に入り軍の式内庁舎。旧舎格は豪舎。慶光天皇40年10月、日本穂高が、伊勢神宮の荒祭り宮である磯宮を意志したと、伝えられる。天行2年には、平定森が、平の真っ盛の追悼を祈願した。 歌唱2年には洪水、または干ばつの際に岩瀬町山口集落の鏡が池で旧祭を執行した。平安時代以降は、香取神宮の神官だった大中富氏が神霊、神領神域を治めた。永響元年には、鎌倉久保の足利持氏から神領として25官分を寄進され、永響10年には、磯部稲村神社の神主、磯部助行が、持氏に花見話し、 桜寺物語一巻を献上した。その物語を目にした第六代将軍の足利義則が世阿弥元時に陽曲桜川を作らせた。天正十三年には関東平乱で結城市に神領を没収されたが、江戸時代初期には井上氏に保護され、御水の天皇からも磯部大明神の直学を授与された。元六九年には、 武蔵国赤沼半々主の内藤正友から、車両として十五国二と五章二号を寄進される。磯部稲村神社は、古来より、磯部宮、磯部稲村宮、桜川明神、磯部大明神、稲村神社、桜川磯部稲村神社の称号がある。日立西大社稲田姫神社関係文書には、新張郡、磯部稲村宮として、日立二十八社の位置に載せられている。 ありがとうございます。